はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。この度ですね、僕のチャンネルがなんと登録者5000人を突破いたしました。まずはですね、いつも僕の動画を視聴いただいている皆さん、どうもありがとうございます。そして動画の後半にはちょっとしたお知らせもありますので、ぜひ最後まで動画見ていってください。 Far West Life。で、今僕はですね、アメリカのネバダ州ラスベガスに住んでおりまして、職業はアメリカの大自然とか国立公園を案内する現地のガイドをしております。まあ、グランドキャニオンとかのツアーに参加してくれた方とか、まあ、僕と会った人とかも結構いらっしゃるんですけどね、僕の仕事に関しては過去に動画を出してるんで、よかったら見てください。動画の目的なんですけど、もともと僕は YouTube 始めたのがコロナがちょうど始まったぐらいの時だったんですけど、コロナに合わせて YouTube 始めたわけじゃなくて、実はその前から YouTube やろうと思ってたんですよね。で、それは自分の人生の記録をこう残したいなってずっと思ってて、動画を作ろうって決めたんですよね。で、最初はそういう目的だったんですけど、ずっと YouTube のね、動画をアップしてたら、いろんな人がコメントくれて、僕みたいなやつの動画にでもですね、海外行きたいとかアメリカに興味があるっていう人とかがすごい共感のコメントとかくれたりとか、その人たちが海外に行くきっかけになったりとか、こんな僕でもですね、これからね、海外目指したりとかアメリカ行こうって考えてる人たちの人生にこう影響を与えられてるっていうんですか、そういったことがあったので、めちゃめちゃ嬉しかったんですよね。当初の目的とは変わってですね、海外挑戦したい人に勇気を与える、そんな動画を作りたいなと思って今配信してるんですね。まあそんな感じで YouTube 始めて動画をどんどんこう出してる間にですね、いろんな人がですね、共感してくださったりとか、コメントとかくれてですね、こんな僕にでも会いたいっていうふうに言ってくれて、結構何人もね、僕に会いに来てくれた視聴者さんもいたんですよね。はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ただですね、ちょっと中にはお会いできなかった人たちも結構いらっしゃるんで、ちょっとお会いできなかった方はすいません。実はですね、ちょっと今言い訳じゃないんですけど、お会いできなかった理由がちょっとありましてね、それちょっと簡単に説明しますと、実はそのお会いすることがちょっとできなかった方たちですね、突然ですね、DM とかで、ラスベガス来たんで会ってくださいとか言って、メッセージが結構来たりとかあったんですよね。で、一応僕的には、本来なら僕に会いたいなって言ってくれるような人は本当はもう会いたいんですけど、結構ね、最初の方からずっと僕のチャンネル見ていただいて、最終的にね、僕、現地のガイドしてるんですけど、もうすごく僕に会いたいって言ってくれて、僕のツアーにお金を払って、参加してまで、そこまでして僕に会いたいっていうような方とかが結構いてくれましてですね、で、お金まで払ってそうやって僕のツアーに参加して会いに来てくれた人たちが、いたので、突然なんかこう、ラスベガス来たから明日会ってくださいとか言ってくる方たちがいたんですけど、そうなるとお金を払ってそうやって僕のツアーに参加してくれたりとか、そうやって会いに来てくれた人たちに平等じゃないなっていうふうに思ったんですよ。そうじゃなかったらね、その人たちがね、お金まで払って会いに来てくれてんのに、突然会いたいって言われて会いに行ったら、やっぱりね、不公平かなっていうふうに思ったんで、僕もそんな偉そうに言えるようなね、ほど有名でもないし、そういう感じじゃないんだけど、やっぱり一応ね、何人かいらっしゃったんで、そこはちょっとツアーに参加してくれてる人を、優先的に考えてお会いできなかったっていうこともね、あるっていうことは、ちょっとすいません、会えなかった方は、そういう理由で会えなかったっていうふうに思っておいてください。あとはあれですよね、ちょっとね、ギャップがあるんですよね。で、何かというと、多分その会いたいってすごい言ってくれてる方って、僕の動画を見てるから、もう僕がどんな顔してんのか、どんな感じで喋ってんのかとか、どんな性格なんかとかっていうのが大体分かってるんで、すごい馴染みがあるっていうような感じだと思うんですけど、やっぱ会いたいっていう方でもですね、いきなり会おうって言われても、僕からしたら、まず名前も顔も何も知らないんですよ。メッセージはいただいてもですね、名前とかももう完全になんか全然関係ないニックネームみたいな感じだったりとか、アイコンの写真もどっかの風景とか
なんかのキャラクターとかだったりしてて全然わからないわけじゃないですか。だから僕からしたらもう全然何もわからなくて、突然会えって言われたってちょっとびっくりするところもあったんですよね。でやっぱお会いさせていただいた人ってちゃんとね、フルネームちゃんと何々と申しますって言って一から自己紹介して、顔もね、インスタとかを通して会った人とかだったらね、もう分かってるんで、こっちももう結構馴染みがあるっていうか、会いやすいっていうような、感じになったっていうのも実際にあるんですけどね。ただですね、全然まだまだ有名じゃないのに、結構そうやってね会いに来てくれたりとか、話したいですっていうような感じで来てくれる人がいるのはもう本当にありがたくて嬉しいです。どうもありがとうございます。海外挑戦したい人へ勇気を持ってもらうためにね、これからも頑張って動画をアップしていこうと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここからはですね、ちょっとお知らせになるんですけど、ラスベガスとか来た時に結構多くの人がグランドキャニオン行ったりとか、いろんなところね、大自然見に行ったりするツアーとかに参加される人、多いんですけど、実は僕が担当するツアー、お得な情報があります。でこれは別に全然案件とかそういうんじゃなくて、僕が担当してるツアーでもあるので、ちょっと皆さんにねシェアしたいなっていうふうに思うんですけど、こちらキャニオントラベラーズ、略してキャニトラ、僕が担当しているツアーでもあるんですけど、ラスベガスに来てグランドキャニオンをはじめとするアメリカの大自然を見たいなっていう人多いと思うんですよね。それでツアーとかを利用する方で、僕の YouTube を見てこちらのキャニトラのツアーに申し込んでくれた人は、なんとツアー代金 10% オフになります。これはウェブサイトから自分のその参加したいツアーのところの申し込みに行ったら、名前とかね、記入するところの一角にですね、キーワードを入れるところがあるんですよね。でそこで、キーワードを入れていただいた方は、10% オフになります。でそのキーワードっていうのはファーウェストライフ、これを入れてもらうだけです。はい、こちら入れてもらったら 10% オフになります。あとですね、僕のファンっていうのはそんないないかもしれないですけど、もしも僕に会いたいとか僕に案内してほしいっていう方がいらっしゃいましたら、ガイドを指名する欄もありますので、そこに指名でマサっていうふうに入れてもらったら、僕が担当させていただく可能性がすごく高いです。ただですね、リクエストを入れたからといって確実に 100% 僕がガイドとして行くっていう保証はちょっとできないので、そこだけご了承お願いします。でその理由はですね、ちょっと2つありまして、まず、1つ目の理由は、僕が他のツアーを担当している場合があるっていうことですね。例えばですね、グランドキャニオンの日帰り観光ツアーに行きたいなと思って、それで僕を指名ってやっていただいたとしても、その日程の時に僕が例えば3日間のツアーとかに出てたら、かぶってしまいますんで、物理的に行くことができないんですよね。だからそういった場合は、僕が担当することっていうのは残念ながらちょっとできないっていうことは思っておいてください。で、あともう一つの理由は、僕が個人的に休みを取っている場合はリクエストしても個人的に休んでますので行くことができないっていうことになりますんで、そちらも合わせてご了承お願いします。そんな感じではあるんですけど、それでもリクエストとかいただけたら嬉しいなというふうに思います。ただですね、僕個人的には日帰りのツアーとか短いツアーよりも、3日間とか4日間とか泊まりのね長いツアーでいろいろ回るところの方がいろんな話をしていろんな案内とかもできるんで、僕的にはそっちの泊まりとかのツアーの方が好きなので、リクエストをしていただけるんであればね、ぜひ、泊まりのツアーリクエストしていただけたら嬉しいなというふうに思います。それからあとですね、ツアーとかに参加するんじゃなくて、ちょっと個人的に回りたいところを僕に相談したいなっていう場合とかは、全然DM とかいただいたら相談に乗りますので、そちらも合わせてね、もし質問等ありましたらいつでもね、DM いただけたらというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。Far West Life。それではですね、これからもバンバンアメリカ生活とかアメリカの役立ち情報、人生の価値観、海外挑戦、勇気を持ってもらうような、そんな動画をバンバン作ってですね、アップしていきたいと思いますんで、応援よろしくお願いいたします。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。 Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America.
I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West life.